海と日本プロジェクト in 宮城。全国でも有数の水揚げ量を誇る石巻港、年間を通して最も水揚げが多いのがサバです。中でも金華山沖で獲れるマサバのうち、大きくて脂の乗りがいいものを金華サバと呼びます。産卵を控えた今の時期、栄養を蓄えたサバは脂肪分が 20% を超えるものもあります。今日の、1440トンのうち、だいたい 5% ぐらいですかね、金華サバと呼ばれるというか、あの業者の方が出荷するやつについては、この金華山沖漁場の我々石巻の水産業界にとっては本当に宝物ですね。金華サバの知名度が高まった以上は、これを保つのがもう結構大変なんですけれども、皆さんの協力を得ながら、これからもずっと金華サバの地位というかね、ブランドをなおけなさないように、頑張っていきたいと思います。金華サバは地元石巻にある飲食店でも楽しむことができます。とろける油と凝縮した旨味、さっぱりとした後味のしめサバは自慢の一品です。限られたものしか入ってこないんで、やっぱりオーダーが多い時にはすぐに1日で完食ですね、完売になってしまいます。需要もかなり上がってきてるんですよね。そのためになかなか地元にも卸が来ないっていう感じで、リピーターのお客さん結構いますね。わざわざ食べに来てくださる方もおられますね。とっても美味しかったって言われるのが、仕入れた回もあるし提供した回もありますね。旬の金華サバ、味わってみてはいかがでしょうか。海と日本。